なんこれ。かわいい。潜水艦。シェルター。巨大なテトラポット。ロケットですか。かわいい。ロケットって感じじゃない。うん。2003年10月31日、最使用ロケット実験機 RVT は、高度約42メートル、滞空時間約17秒に及ぶ離着陸実験に成功しました。RVT は垂直に離着陸し、繰り返し機体を飛行運用できるロケットの開発を目指して、JAXA、宇宙科学研究本部が基礎研究を行っている実験機です。その行って帰ってきて何回もこう使うと、でそれに対して今のロケットというのはその1回打ったらそれで捨てちゃうと、そうすると結果としてその大幅なコストの低下にもつながりますし、コストが下がればもっといろんな人がそれを利用できると、もっと言えば人が乗るとかなんとかというように話がどんどん発展していくだろうと、まあ、それはもちろん長い時間がかかるわけですけれども、まあ、その第一歩とか二歩とか、まあ、そういうのをまあやるのが宇宙系の仕事としてはふさわしいんではないかと。じゃあとりあえず何か飛ばせと。そういうことで、まあ、その小さな機体をですね作って、その、まあ、ロケットは上に上がる仕事だけのことは今までずっとやってきたけども、まあ、それと同時に変える機能をどうやって、つけて全部合わせてその将来の姿をどういうふうにしたらいいか考えると。宇宙開発を行う上で一番のネックとなっているのが打ち上げロケットの多大なコストです。地球の引力を振り切って宇宙へ飛び立つには膨大なエネルギーが必要です。そのためには燃料を使い切るとその部分を捨てて加速度を増す多段式の使い捨てロケットが合理的でした。しかし、現在の使い捨てロケットでは、大幅なコストダウンは難しいと考えられています。そこで発想されたのが、再使用という考え方です。NASA のスペースシャトルは、その再使用という考え方を基本に開発されました。ただし、スペースシャトルは、打ち上げのための一部分は使い捨てで、完全な再使用ではありません。また、この2つの図の比較でわかるように、スペースシャトルは計画段階で予想されていたよりも、実際の整備ではるかに部品の交換に時間や手間がかかりすぎてしまい、使い捨てロケット以上にコストの高いものとなってしまったのです。これらの教訓を踏まえて、現在、宇宙科学研究本部が独自の発想で研究に取り組んでいるのが、この再使用ロケット実験機、RVT です。ロケットの打ち上げコストを大幅に下げるためには、飛行機のように何回でも繰り返して飛ぶことができる完全な再使用を目指す必要があります。飛び上がったロケットが再び地上に着陸し、最低限の点検整備を行い、燃料を積んですぐまた飛び上がる。飛行機や自動車では常識となっているこのようなサイクルをロケットの世界でも取り入れるためには、繰り返し飛行でき、メインテナンスが容易なロケットを研究開発しなければなりません。ロケットを繰り返し使うことのメリットを目に見える形で示すことが宇宙科学研究本部の役割であると考えました。そのための実験機が RVT なのです。こちらが RVT の実際の機体になります。で、実際飛んでいるときにはこのエアロシェルをかぶせて飛んでいるんですが、そのエアロシェルを外した中身の状態がこちらになります。でこのようにいろいろなタンクや機器類が配置されているのですが、ちょっと分かりづらいので模型を使用してご説明いたします。でこの機体は液体酸素と液体水素を燃料としてそれらを混ぜて燃やして飛んでおります。その燃料が入るタンクがこちらのタンクです。で上が液体酸素の入るタンク、下が液体水素の入るタンクです。こちらの液体酸素のタンクはアルミ合金製で軽い金属を使って作られております。
こちらの液体水素のタンクは複合材料を使って作られております。従来のステンレスタンクに比べて約半分の重さになる非常に軽い材料で作られております。でどちらも高圧の圧力に耐えることができます。で液体酸素と液体水素をエンジンに供給する場合には高圧のヘリウムガスで、タンクから押し出しております。そのヘリウムガスが入るタンクがこちらのタンクになります。で機体の周りに4つ配置されております。でこのヘリウムガスによって押し出された液体酸素はこちらの配管を通りましてエンジンの方に供給されます。同様に液体水素も高圧のヘリウムガスで押し出されましてこちらの配管を通りましてエンジンの方に供給されます。でそれらが噴射器で混ぜ合わせられまして燃焼器の中に吹き出されて燃焼して飛ぶという仕組みになっております。で上の2つのタンクですがこちらは機体の姿勢を制御するタンクです。でこれらのタンクからこの周りについているノズルを通しまして、ジェットを吹き出しまして、飛んでいる時の姿勢を制御しております。実際にロケットが飛ぶときには機体の周りにこの2つのエアロシェルを取り付けます。でエアロシェルは CFRP 炭素繊維の複合材で作られており非常に丈夫で軽い材料で作られております。でこのエアロシェルの形は飛んでるときの空気力を考慮に入れましてデザインされたものです。エアロシェルの周りにいろいろな機器が取り付けられておりますが、まずこちらはレーザー高度計と呼ばれるものです。機体が飛んでいる際にはその位置や速度、姿勢などの情報をいくつかの方法で複合的に計測しておりますが、その一つがこのレーザー高度計になります。こちらで高度を計測しています。それからその位置情報の知るための一つとして GPS を用いております。その GPS の精度をより高いものとするために地上に置いたアンテナとやり取りをして誤差を小さくするための双方向の無線のアンテナというのがこちらになります。こちらが搭載カメラです。ロケットが飛翔中に飛んでいる時の画像をこのカメラで撮りまして地上に送っております。その地上に送るためのアンテナがこちらで、これがエアロシェルの周りに4つ取り付けられております。そして機体の中で計測された圧力や温度の情報はテレメーターで地上に送られます。そのテレメーターのアンテナがここに取り付けられます。機体の内部で漏洩した水素ガスの濃度を調べるための水素ガス検知器がこちらです。エアロシェルの中の水素ガスの濃度をこれで検知いたしまして地上にデータを送っております。それからエアロシェルの一番てっぺんについておりますのがこれが GPS の受信機です。それから、このエアロシェルから突き出ています煙突のような配管は液体水素の排気ポートになっております。
RVT は様々な実験を繰り返し、燃料タンクの軽量化、高性能な液体水素による推進エンジンの開発などを行い、現在に至っています。RVT は垂直離着陸の形式を採用しました。この形式であれば、大規模な地上設備も長い滑走路も必要としません。そして打ち上げ後、発射点への帰還、次の飛行の点検整備をしてすぐに打ち上げを行うという効率的な運用が可能となります。これらの条件が将来の完全最終型ロケットには不可欠と考えられています。RVT は最新の技術を常に取り入れながら完全最終型ロケットの実現に向けて日々進歩を続けているのです。では RVT が実際にどのように飛んでいるかというのを映像を使ってご説明いたします。で、今回お見せいたしますのは RVT が高度30メートルまで上昇してホバリングした後に降りてくるといった実験の様子です。で、まずエンジンに火をつける前にエンジンのにつながる配管を冷やすために予冷という操作を行います。で、初めにこの下のところから出てきた白い雲のようなものが燃料の液体酸素を使いましてその配管を予冷しているところです。それから次に機体の上から出てきたこの白い雲が燃料の液体水素を使って配管を冷やしているところです。で、この排気ポートから液体水素が出ています。で、エンジンに着火してその後エンジンの水力をほぼ 100% まで上げて離陸し上昇いたします。ではカメラを変えてエンジンの着火のところからもう一度見てみましょう。RVT は離陸後機体を傾けまして横方向に移動しながら上昇します。で、その後エンジンの推力を絞りまして高度30メートルに達したところでその高度を維持するようにホバリングに移ります。で、ホバリング中はエンジンの推力を制御いたしまして機体の重さと同じになるような約500キロの推力でエンジンを吹きます。で、約4秒間ホバリングした後にエンジンの推力を再び絞りまして下降いたします。で、着陸直前にもう一度エンジンの推力を強くいたしましてこの下降の速度を十分に落とした後に着陸いたします。で、着陸後エンジンを切ります。それではここで RVT の離着陸実験の様子を見てみましょう。
RVT が切り開く宇宙開発の可能性は多大です。現在、宇宙開発のための資材を運ぶ、宇宙空間で観測を行う、そして宇宙旅行として人間を運ぶといったことが考えられています。これからもっといろいろな分野で宇宙を利用していこうとすると、もっと安く、そしてもっと大量な物資あるいは人をですね、宇宙に簡単に手軽に運んでいけるような、そういう手段が必要になるかと思います。ところがなかなか国による開発というものに関してはやはり、限界があるかと思います。そこで切り札として考え出されているのがですね、宇宙観光旅行というマーケットです。行ってみたいね。行ってみたい、行ってみたいね。行けるものなら行ってみたいです。行きたい、行ってみたいですね。行ってみたい、それはもちろん行ってみたいです。行きたい、ね。日本、アメリカ、カナダ、ドイツなどで宇宙旅行に対する潜在需要の調査が行われました。その結果は約 60% の人が宇宙に行きたいと答え、その費用の上限は200万円というものでした。日本ロケット協会では旅行費用が100万円台まで下がれば年に100万人が宇宙に出かけるようになり、約1兆3000億円規模の新たな観光産業が生まれると試算しています。民間の人たちがやはりもっとこういったものをですね、知っていただいて、そしてそこのところで、どうもこれは将来的には、今は投資が必要かもしれないけど、将来的には、回収できるのではなかろうか、あるいは金儲けの対象に十分なるのではなかろうかということをですね、私たちの活動を通じて少しでも感じていただけたらというふうに考えています。人類最後に残されたフロンティア、宇宙空間。その活動領域をさらに広げ、活性化し、大衆化させる手段。完全最使用型ロケットの開発の取り組みは、まさに始まったばかりです。その最終目的は、はるか遠いところにありますが、一歩一歩確実に近づいています。今後、さまざまな分野からの研究への参加と、より多くの人の理解とバックアップによって開発のスピードは増していくでしょう。これはロケットの打ち上げカルチャーを大きく変える宇宙科学研究本部の挑戦なのです。